中それ馬長と関水が率いる連合軍は我が軍の西の戦線を突破、領主を死し、以降殿は牢城の末。王位、関中の豪族王氏の娘である。幼い頃一族を清涼の軍閥に滅ぼされた。そのため清涼の馬長に復讐を誓い、早々に仕官する。一方馬長もまた復讐に燃えていた。彼の父馬頭が曹操の暗殺に失敗し処断されたのである。馬長は関水と手を組んで洛陽に進軍。洛陽の防衛に当たっていた王位は曹操の援軍と合流する。彼女に復讐を果たす好機が訪れようとしていた。王位よ、よくぞ馬長らの猛攻に耐えてくれた。今まで花公園、長江、軍を編成。王位殿は敵将馬長と並々ならぬ因縁がある。幼い頃領州の軍閥に故郷を奪われました。清涼の死神馬長は一族の敵だったら何としても負けらんねえな。俺らも最近は負け戦が多くてすっきり。出征は終わり、やっと会いに行けるのね。ああ待っていて馬長、今から私がお前の首を取りに行くから。もう馬長らが攻め込んできているか。多いよ、戦況はどうなっておる。馬長関水らは道館に布陣しています。正面からぶつかった我が軍は敗走。現在は洛陽と保半身の守りを固めています。いやいやいや、援軍が遅れちまったせいだ。すまね。いえ、援軍が来なかった事情も分かっています。各殿に何か不安がある。戦局打開の一手になるかもしれません。逃がさないわ。消えて。いい気持ち。
Thank you.
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で。またお待ちしてます。いらっしゃい。毎度どうも。
敵の狙いはこの地と見た。このども守備を固めよう。そうそう、この地を脅かす悪魔、俺が撃つ。みんな奮い立て、逆賊をのさばらせてはならん。破れてなお深追いは毒だと知っています。それにまだ
五軍の一部はすでに長江を渡って十数領州の勢いをくじき皇庫の憂いは立った。石壁の借り今こそ孫権に返すのだ。敵の要所を叩くのさあ参ろうぞ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。それはこちらのセリフだ。君たちには華々しくご退場いただこう。よっ消えて。いい気持ち。よし戦線を押し上げてみよう。みんな私についてきてくれ。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。先方だから張り切ってたんだがな、目立つ機会をみすみす逃しちまった。敵将、討ち取った。このまま勝利を重ねれば、きっと Come on!
私のもの。私のもの。この剣魚にまで攻め来ると何があろうと引くわけにはいかぬ。見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。敵将、打ち解くと。よっ！
いご活躍、お見事です。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。防衛を始める。鹿の強さを我が背に見よう。私が相手だ、勝負してもらおう。逃がさないわ。いい気持ち。打ち取った。さすがですな、俺の活躍の場残しといてくださいよ。リブンがこれほど盛況とは。この勢い果たして止められるのか。いや、絶対に止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。この領地は我が輩が守る。帝徳坊が手腕徳富よ。義の浮かれた。よし、ちゃっちゃと艦中を取っちまうぞ。ナイスか、親父の背中。見とけよ。こそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。艦中を守るため戦わねば。
と一歩まで追い詰めた。だが諸葛亮の策と五色同盟の復活により侵攻は失敗に終わる。王位もまた馬超を取り逃がしてしまった。都洛陽に戻った王位は一人夕日を見つめる。勝利したにもかかわらずその背中はどこか寂しげであった。王位殿の活躍で我らは無事撤退できた。今宵はそなたをねぎらうため酒席を用意しよう。ならば皆私についてきてくれるでしょうか。もちろんだ。最後は王位殿一人にならぬよう猛者たちを揃えると約束する。それは楽しみですわ。この乾き、いつ癒せるのかしら。もう会いたくてたまらないわ。私の悪夢は覚めない。唯一望むものをこの胸に書き抱くまで。